低下です。感動しちゃって。処置室開けてください。すぐ麻酔科に連絡を。どいてくれ。道を開けるんだ。処置はベッドサイドね。サポートに入る。できるのか。外科医だったの。昔執刀はできないけれど、サポートが呼んだ。十分だ。ベッドへ移すぞ。手伝ってくれ。行くぞ。1、2、3。これは全ての患者に同じあざが出ているが、感染症の可能性がある。構わん。どちらにせよ病変はここにある。開いて処置するぞ。準備してくれ。黒いあざの位置から病変部は複数と予想できる。それだけじゃないわ。現場でパニックも。怖かっただろう。心拍停止します。蘇生開始する。くそ。手ごわいわね。負けるものか。オペを開始します。了解だ。全て処置するぞ。これは骨腫。妙だわ。ここまで明確に。なあ、この病原はやるしかないのだ。アンビリーバブル。周囲の骨を削って腫瘍ごと摘出する。骨の実をガイドの位置に合わせて。骨の実の角度を調節して。よし、骨の実の角度を調整して。骨腫の摘出を確認。他の腫瘍も同様に処置を行って。の実が骨に入ったわ。角度を合わせてそのまま打ち込んで。続けて処置するぞ。骨の実の打ち込みを行う。ようやく半分か。骨の実の角度が違うわ。ガイドの確認を忘れてはダメよ。いいぞ。このまま慎重に。全ての骨腫を切除。形状転写はオールレディーよ。そのまま続けて。よし、気を抜かずに行くぞ。よし。骨腫瘍を削り落とした位置に人工骨を配置するぞ。慎重にだ。スクリューを。ガイドに沿って先行処置。十分注意。Take it easy よ。肩の力を抜いて気を楽に持つ。プレートを配置するわね。ガイドが目安だったら確実に処置していこう。ゴージャス、ゴージャス。ああ、大きく骨折しているので骨の矯正をお願いできます。プレート固定でいけるわね。ガイドをよく見て、削りすぎないように注意。うん、盤石だ。よし、
影響ブレイスドクター、慎重に、確実に。固定処置を完了。まだ腫瘍があるよ、まだ腫瘍がある。覚悟の上だ。骨の身とマレットを頼む。よし、盤石だ。このまま打ち込むぞ。エクス、見事だわ。摘出を続けましょう。そろそろターニングポイント。摘出完了。よし、整形を。いいぞ、このまま慎重に。そのままつっているポストです。破片が散っているわ。衝突しないように気をつけて。ノーウェイ、これ以上ガイドを取れないように注意して。先行処置。グレイ、ガイドが目安だな。確実に締めていくぞ。気を抜かないで。大腿骨が砕けている。ええ、砕けた骨片を回収しましょう。トレイとピンセットです。次は骨片の配置ね。そのまま続けて。かなりの心理が必要な。集中力を切らさないと。盤石だ。お手。深度が深い。さすがに深いな。気を抜かずに処置しよう。固定完了。グッジョブ。ステープラーを用意してあるわ。ガイドに沿って打ち込む。正確な技術だわ。いいえ、あなたの腕よ、ドクター。いいオペだったわね。さすがと言うべきかしら。いや、あなたのサポートのおかげだ。私一人ではこうもいかなかっただ。トゥーシェイなのね。謙遜と卑屈は異なるわね。オペ完了ね。ギリギリだけれど救えたわ。くそ、一体なんだ、何が起こってる。情報が足りないわ。このままでは負けが目に見えてる。どこへ行くつもりだ。なんですって。それじゃどうしろってのよ。いいよ、新しい情報が入り次第連絡して。じゃあ。ダメね、 CDC も状況を把握できてない。自分たちでやるしかないわ。
彼らは何と？目下調査中だそうよ。クソの役にも立ちゃしない。予想通りね。現場の混乱を見たでしょ。 CDC にまともな報告が上がっているとは思えない。この病院に搬送された3人のうち助けられたのはたったの1人。おそらく他の病院でも同じようなものよ。バカな。いずれにしろ CDC は情報を収集し分析の結果が出るまで動けない。そしておそらくその間にも患者は増え続ける。ハンク、全職員に非常事態宣言よ。これは荒れるわ。現在モスクには外出禁止令が敷かれています。屋外にいる方は速やかに近くの建物に入り外へ出ないようにしてください。具合の悪くなった方は窓の外に赤い布を出し屋内で待機。繰り返します。具合が悪くなっても決して建物から出ないように。